カイロブロックってことで、こうしてあげて、ここにな、あ、これちょっと右クリックを押していくだけ。デーマ、マグリでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょう。はい、前回はですね、あちらの方のですね、スケルトントラップに無限釣り機構をね併設し、さらに効率を良くしていって行くというか放置ができるようになったということで、また、このワールドがねより便利になったわけなんですが、まあ、その際に気づいたこととして、骨粉がいっぱいあるんだったら放置型じゃなくてもいいんじゃねえって。これね、放置型のやつ全然育ってねえし、木は急遽欲しい時にサクッと集められるものあったらいいんじゃねえかってことで、今回めっちゃめちゃ簡単、誰でも作れる、もう当然このシーズン2もそれが目標でございますからね、ツリーファーム、私が皆様に提唱したいと思っております。それではやってまいりましょうだ。ちょっと鉄とかレッドストーン結構いるから持って、で木材はどうだ。木材はまあそこそこあるけど、まあ、とりあえず全部持っていっとく。回路ブロックってことで、この辺りの石からレンガをね作っときますね。パンもいるよね。でピストンめちゃくちゃいるんですよ今回。でトーチもめちゃくちゃいるし、あ、ガラスがいるの。多少ガラスもいるね。ガラスのほら、あの木の成長扉のガラス、あ、ここから見えねえか、ここから見えねえか。あっと、そうだな、第二の村の方に行って行こうぜ。で作る場所、もちろん植林地の付近にしようと思ってます。ほいしょ。おやっせー、馬待て馬待て。まあここが植林地になるわけなんですけど、まあ彼らのね自然の成長ももちろんこう見ながら、横でねツリーファーム起動させて、本当にたくさん欲しい時にだけ起動させてみたいな。木がたくさん取れるとね、炭もね木炭もたくさん取れるし、建築にも使えますよね。で今回作ろうと思ってるのは一番簡単なタイプなので、高さ5段までしかね対応できないので、オークオンリーだね。こっちに鉄とか結構あったんだけど、あ、いいね、いいね、めちゃくちゃいると思うから鉄が。レッドストーンはある。レッドストーンがねいっぱいあるからね、使っておきたいっていうのもありますよ。マジで簡単、初期でもね作れるようなものしか使わないので、まあオブザーバー使うけどね。オブザーバー、オブザーバー使うか、そうかそうか。オブザーバー使うわ。ごめん、もう一回第一の村戻る。最近超行き来するね第二の村と。いいことだ、いいことだ、いいことだけど手間かかって大変だ。やってまいりました。よいしょ。いろんなところに馬小屋も作んないといけないですね。作ってくれっていうリクエストもありましたし、今回じゃあどこに作ろうかなというところで、まあ、ここちょっとあれしようかな、ここに作るか。もう手持ちのアイテムがねめちゃくちゃいっぱいなんで、ここに預けましょう。そしてシャベルで軽い整地を行います。うわ、これ軽い整地にならんな、これめちゃくちゃ整地しないといけないじゃん。オッケー、それでは、そうだな、はい、じゃあここをきれいに整地したいと思います。あ、この角度でいくよ。いやー、いるーちょっ、これすっきりいたしましたね。へへ、はい、このように整地させていただきました。まあここに作っていくわけですが、今日作ろうと思ってるのはこんなにスペースは必要ありません。今後拡張していくかもしれないなということで、整地をすると中途半端にできなかったがゆえのこれでございます。見晴らしも良くなりましたんで、ここもねどんどんそういう風に開拓していける、まあそういうところでございますね。それでは、制作に取り掛かりましょう。で今回作るのはですね、苗木をセットすれば自動的にディスペンサーから骨粉がチカ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 って出てきて、でそれをピストンがダダダダって回収してくれて、結果的にいっぱい溜まるよっていうようなタイプのものでございます。今日はですね、そのまあ第一段階ってことだと思っておいてください。一気に完成まで持ってくとややこしいんで、まあとりあえずね基礎となる部分をまず先に作りたい。これも取っちゃおうかな。うん、これも取っちゃおう。今回作るにあたってね、ちょっと軽量をさせていただきたいと思います。はい、軽量が済みました。ここだなと、ここを中心というか、ここに苗木を、植えるような形で作っていくと、最終的にいい形になります。めちゃめちゃ簡単っすよ。はい、ディスペンサーはまずこちら向きだね。ここなんですけどね、こいつなんですけどね、こいつをまず動かすように粘着ピストンがいるわ。あとね、粘着ピストン別に使わなくてもいいっちゃいいんだけどね、使っときたい、なんか個人的なこれはこだわりでございますけど、このディスペンサー間一つ開けて顔が下向きになるように
置いて、で 1,2,2 マス掘ってもう1マス掘って、ここにこれでカチカチになりますね。んで、まあ、ここまでブロックを上げて、ここに粘着ピストンをこっち向きに設置してあげる。これがまあインプットになるわけですね。これを動力で動かす動かさないでオンオフすることができる。まあ言うておそらく今回で一番難しいのはこの部分だと思う。難しいというかややこしいというか、ここさえできてしまえばもうあとはちょろいです。でこのピストンの後ろにレッドストーンを置いて、レッドストーンブロックを使ってこうして、こうすると、はい、で2つ上にブロック置いて、ここにレバーをひっつけてあげてオンオフをするんだけど、ここにもう1個粘着ピストンが必要なので、夜になったら、近隣でなんとかゲットしたいと思います。ギリギリの戦いを今私は行っているとそういうことでございます。はい、これね。では続きまして、ピストンもね、 1,2,3 これで、これで5つになるよね。5つ用意して、でどっちから向けるかというと、はい、こっち向きですね。こういうことですね。はい、5つ積み上げます。次にこのピストンの後ろに、これめっちゃ簡単だからみんな覚えててほしいんだけど、こう5つ動かすのに最小限のねレッドストーン、こことここに置いて、ここにトーチつけてあげる。はい、全部動きます。でこう通ると、まあそういうことですよ。めっちゃ簡単でしょ。ここめっちゃ簡単だよね。インプットに関してちょっとややこしい感じになっちゃいましたけど、はい、ここはもうめちゃめちゃ簡単ですよ。あとはこのトーチに対しての動力を、持ってきてあげればいいだけなので、でちょっとひっついちゃったためなので1個離して、3つ持ってきて、こうして2つ上がるでしょ。でその隣にブロック置いて2つ削って、こうやってパウダーをつなげて、ここにほら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 、もう閉じちゃった。あとじゃあこいつに、まあ、要するにノット回路が続いてるって感じですね。ノット、アンノット、アンノットって感じになって。で、ほら、な、ほらほら、このブロックに対しての動力をこいつで入れてあげる。で、そこの間にね、ここにね、火がキュッとなるので、なったら、ここに要するにブロックが出るわけ、できるわけじゃないですか。そのブロックを介して動力をまた、出してあげる機構を作るだけ。で、ここにリピーターをつけてあげると。ね。で、こいつをオンにしてあげると、ダメだ、間違えた、これこっちだ、すいません。ね、こうしてあげて、ここに何かブロックが来るとほら押し出されますね。はい、それが作りたかったんです今はこれオフにしときますけど、まあ要するにこれをここで、全てを司る感じなので、贅沢を言えばここをレッドストーンランプにしてあげるといいね。オンかオフかが分かりやすいよね。今持ってないね。くそー、はい、取りに来たよ。レッドストーンランプ一つ作りに来たよ。チキショー。おっ、そしてこうして、こうして、こうして、はい、はい、オッケー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 、はい、ぶっちゃけを申し上げまして、あとねスライムブロックさえ、スライムボールさえあれば完成なんですね、これね、サロでもできる。なんで俺がそんな意地になってまでレッドストーンランプが取り、レッドストーンランプを取りに行ったか、これで分かったよね。意地でも取りに行ってやろうと思って、でここは埋めちゃってよくて、もちろんここはこいつが必要になってくる。あとね、ここから登ってって、で、1,2 3つ目にこう、はい、これでね多くが巨木になりません。 OK、 完成です。あとスライムボール一つで完成です。いかがですかこれ。やばいよね、猿でもできる、本当に猿でもできちゃうね。これ動いてるのをまだご覧に、なられておりませんので、まあ、そこまではね進めていくよ。まあ、夜になるまで時間がありますので、ちょっと追加と言ってはなんですが、コップね、たくさん入れたいじゃないですか。ディスペンサー一つだとあんまり入らない、お分かりいただけるかと思います。だから今回ホッパーとチェストとドロッパーを持ってまいりました。で、今回ねここのレバーをオンにすることによってオブザーバー式のクロックが発生するわけなんですけど、でそのクロックの動力をでこいつにコップを追加する、ついでに追加するように持っていきたい。で上向きのドロッパーの上にこのホッパーはこのディスペンサーに対して刺さっているので、アイテムがここに上がると自然的にここに入っていきます。あとはこのドロッパーに対してアイテムを入れれるようにしてあげればいい。そこでこのチェストの場所なのですが、ここですね。
でここからこうやって伝えていってあげる。でその際にちょっとねこの辺のね下にあるねブロックをちょっとまだ時間があるんでねこうしてね、こうはい、ここにコップを入れると自動的に追加される機構ができたと、そういうことでございます。別にここに直接入れてもいいんだけどね、いいんだけど、でこの上も閉じちゃってください。でここも閉じたいんだけどチェストが開かなくなるので、今度こう階段をまあちょこっと、あ、作りすぎ Oh my god。 でこっちからこうしてあげると、こっちからは普通のブロックに見えるけど開け閉めができるよと。で、この下も丸見えになっちゃってるので、こう見えるところはこうやって加工を施してあげる。ここも置いちゃって大丈夫です。で次にここに階段をこっち向きに設置すると、はい、それで出入りができるようになります。で今回これね1個下がったところでやらないといけないんですよ。これはまた理由はね稼働したらご説明したいと思います。で、このホッパーに余計なものが入るといろいろとね面倒なので、上はホッパーの上にすべてこうやってブロックを置いておきましょう。例えばアイテムが落ちても、はい、すいませんね。では、あ、夜になってきたな、いい感じですね。はい、装備もバッチリ、武器もバッチリ、あとはスライムを探すだけ。ガラス持ってきているので、ガラスは、はい、ここにね入れてあげましょう。葉っぱブロックが生成されないようにするため。探しに行くぞ、必殺技だ。スライム来い。満月の逆だ、月が。ほらやばい、スライムが湧かないかもしれないぞ。これは今晩出ねえんじゃねえのか。くっ、やろうじゃないか、俺の斧の餌食となれ、餌食となれ。ふるお、今人参ドロップしたな。無理やり完成させっかな、もうせっかくこだわってレッドストーンランプまで作ったのに。姿を見せてちょうだい。ドアメダムアジディ、オーマイガー。スライムボールどっかに落ちねえから。はい、わかりましたよ。もうね無理やり解決するわ。もう無理やり完成させちゃっていいですか。ですね、こうして、こうして、でここ2つにして、こうして、でこっち向きに置けば、こうして、はい、もうカチカチいってますね。はい、完成ですね。はい、ここは入り口、ここに苗木を置いてあげれば OK。 あとコップ持ってきましょうね。はあ、コップをまずたくさん作りましょう。へいへい、もうわずかな期待にかけてしまった私の店でございます。はい、ここでコップもたくさんどんどん追加していきましょう。よいしょ、はい、これでどんどん流れていって、このドロッパーに溜まっていくよね。で、こいつを動作させるとどうなるのか。はい、こっちに入っていきます。はい、これで大体もう皆さん仕組み分かっていただけたと思います。で多くの苗木をここに入れることによって自動で成長して、それが押し出されていく。で持ってきております苗木を、いきますよ、よいしょ。あ、これちょっと右クリック押していくだけ。成長がちょっと遅いですけど、これもあの確率の問題でございますから。はい、出た。で今右クリック押しっぱなしだから、成長してその目の前が開いたらそこに苗木を刺して、でまた成長して、そうこれの繰り返しなんですね。これね出れなくなって、ほらここにね葉っぱが生成されちゃうんですよ。これの回避方法をどなたかご存知であれば、糸かなんか置いときゃいいのかな。こう下がっとかないと、どうしてもここに葉っぱが生成されて、葉っぱがここに生成されて、ここに私頭が入り込んだ形になって、右クリック押しっぱなしっていうのはできないんだよね。はい、オッケー。これで今何個、 1,2,3,4,5,6,7,8 8列できましたよね。で、このピストンっていうのは12個押せるので、だから 1,2,3,4 ここまで多分押せると思うんですね。やっちゃいましょうか。で止めます。試しに、あ、動かしといて、試しにね、ここにアイテムを置くと動くんですね。はい、ご覧ください、押せてませんね。はい、押せてませんね。こういうことが起こってしまいます。なのでこの対策としては、12個溜まりました、溜まったやつを
グッと前に押し出すっていうのが必要なんだけど、それはまた次の機会にご紹介したいと思います。このコップの中、こういうシステムとか作らなければもっともっと簡単ですよ。超簡単コップン式ツリーファームでございました。イエーイ、みんなも作ってみてね。それでは本日誕生日の兄弟へ送るプチチャレンジのコーナー、イエーイ。スライムボール集めに行くぜって言いたいところだけど、一睡してから今回作ったこれね、12個押し出すまでにどれぐらい時間がかかるか、タイムアタックやりましょう。じゃあちょっとお腹すいたんでご飯食べていきます。レディこれで、最大値まで伸ばしました。じゃあついでと言ってはなんですが、何個取れるのかこの1列でね。はい、58原木。本日誕生日の兄弟おめでとう。兄弟2シーン、釣り機作れ。それな、80パー作らせていただきました。ライブやりたいと言ってるけどなかなかできない兄さんごめん、ほんとそうです、タイミングなくてね。スケさんが兄貴を打ち落とさないかなと考えてしまったことをこの場を借りてお詫びさせていただきますジャジャマグ、これ結構前にもらってたけど紹介しなかったんじゃないかなと思って、画像フォルダの奥の方になんか発見して、これ整理してたんですよ、画像フォルダ。出てきて、すいません、ご紹介し忘れてたかも。ホナオムライス、いいね。プチチャレ画像燃えております、メガナイス。そんなわけで皆さん、また次の配信そして動画でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ。ほなー。